天野さん、おはようございます。メッセージありがとうございます。この動画ね、アップロードしてすぐ私拝見したんですよ。まあこのグッドマークを押したんで、それが私の印でございます。見たら必ずこれを押すようにします。まあたまに忘れると思いますけども。で、今回の動画に対するアドバイスなんですけども、まあ一言で言うとね、伝わりにくいかなと思うんですよ。ちょっとね、申し上げにくいんですけども、でだからこそ動画を送っていただいてると思うんで、じゃあどのようにすればいいかってことね、こっからが肝心ですからね。あ、なるほど、これ伝わりにくいんだ、こういうふうにしたらいいのかなっていうふうに受け止めていただければ幸いでございます。じゃあですね、まず第1点なんですけども、タイトルがちょっとね、分かりにくいんですよね。まずは心がワクワクすることをしたら大金を失いました。大金を失いましたっていうのは結構いいキーワードなんで、これはね、これからも使っていけばいいのかなと思いますけども、心がワクワクすることっていうのがいまいちね、捉え方がみんなそれぞれバラバラなんで、こういう時はどういう言葉を使えばいいかっていうと、ズバリなんですけども、故事成語とかね、それからことわざですよ。こういうふうな、このことわざはみんなが知ってるだろうみたいなのをぶっ込んでいって、それをあえて否定するような設備語をつけるんですよね。例えばこういうふうな言い方があります。三方よしをしたからダメなんだとかね。どうですかね。三方よしってのは近江商人の三方よしって言って、ビジネスマンなら誰でも知ってるね、会社でも教わることだと思います。三方よしってのは、自分よし、お客さん、相手よし、社会よし、この3つが同時に達成された時にビジネスってのはどん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 前に進むんですよってことです、うん。でこういうふうに説明するとね、例えば三方よしを知らない人にでも今お話した10秒か20秒で伝わるんですよ。こういうのを一番最初にドンと動画の頭で言うと、あ、なるほど、そういう言葉があるんだって、知らない人も確認することができるし、知らない人は、あ、そういえばそんな言葉があったなっていうふうにね、振り返ることができるんですよ。でそこで起承転結の起ができるわけなんですよ。でどんな起承転結の章があるかというと、私はこんな体験をしましたっていう風に流れていくんですよね。そして点なんですけど、どういう風に点するかっていうと、三方よしをやってるからこの日本っていうのはダメな会社になってしまった、じゃあどうするか、結論です。四方よし五方よしっていうのを取り入れていきましょうっていう風にすると、何その四方よし五方よしってなるんですよね。でその時に、そうなんですよ、自分よし、相手よし、そして社会よしだけでは不足なんで、あとはね、次の世代よし、若者に対して、そして最終的に五方よしっていうのは、今を生きている昔のね、第一線で活躍したご老人よし、こういうふうにしていって、このご褒よしになっていくと、社会っていうのはもっともっと回って、日本ってのは持ち直すんじゃないでしょうかっていうふうに提案すると、こううまくまとまるのかなと思うんですよ。ここまでですね、私がお話したのが2分半ぐらいだったと思うんですけども、これも一つのコンテンツとして打ち出せると思うんですよね。そしてタイトルはですね、三方よしだからダメなんだ、三方よしで壊滅した日本とかね、こういうふうにしていくんですよね、うん。でサムネイルはいいんじゃないですかね。騙されるのは心がワクワクすることは大失敗。これに関しましては、まあ文字としては今お話したようにちょっと分かりにくいんで、クリックはされないかもしれませんけども、ただね、こういうサムネイルの作り方なんですよ。画像があって、こっちに文字があってって、非常にこのサムネイルのデザインは分かりやすいです。これはもう OK です。あとは、入れていくキーワードが、もう皆さんほとんどの人が、何ですかね、固定概念として知ってるものを利用するんですよ。ここは常識的に知ってるものをここは、ね、利用するんですよ。だから常識を知らないと非常識を扱えないっていうことになってきますよね。あ、これも一つのコンテンツになりますよね。常識を知らないと非常識が扱えないってのはどういうことかっていうと、多くの方がこれは常識として知ってるだろうなっていうものに対して非常識ってものをぶち込んでいくことによって、多くの人のマインドブロックを壊す手法なんですよね。なんということでしょう。二つも入れてしまいましたね、私今回の動画で、ね。はい、そんな形でございます。この動画が参考になったら、今度はね、天野さんの言葉で全く同じことを言ってもいいんで、今回動画が二つできると思いますんで、やってみたらいかがかなと思いますけども、そんなところですかね、今回はね。まあ、すみません、言葉足らずなところもありますけども、直球で言うとそういう感じでございます。分かりやすくっていうのはどういうことかっていうと、やっぱりね、中学生ぐらいの人でも、あ、そういうことなんだって分かるようなことを話すといいと思うんですよ。これは別にね、視聴者さんを愚弄するわけではないんですけども、多くの方は学んできたようで学んでいない人生を送っているんですよ。だからこそね、大卒とかね、そういうふうなレベルで話すんじゃなくて、中学生ぐらいの義務教育を終わったぐらいの人のレベルで話すと、多くの方に聞いてもらえるんですよ。これはね、残念ながら本当その通りなんですよ。専門用語を入れたりとか横文字入れると、あんまりね、それは専門家に受けるんですよ。でも私たちは何の専門家って言えるほど大したことはないんで、普通の人でも理解できるような中学生レベルのね、自分の息子とか娘に話すように伝えていくといいのかなと思います。これはね、昔から池上
アキラさんとかも言ってるんですけどね、小学生に話すようにお金について説明してくださいみたいな、そんな番組もありましたけどね。考えてみたらお金について小学生にどうやって説明するのかなっていうふうにね考えちゃいますね。あ、これ3つ目の動画になりますね。こういった感じでどんどんコンテンツは生み出されていくと思います。それではね、今日も頑張って、いただきまして本当にありがとうございます。もうメッセージをどんどん送ってくださいね。私たちに正月休みはないですからね。いや、正月こそみんなが休んでるんで、ボッカン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 打っていかないとチャンネル登録者数は稼げないんですよね。それで失礼します。